スト6、やっぱり買うべき？買いな。格闘ゲームはすべて買いな。まあ、当然メルブラ買ってくれてるんですよね。メルブラ買ってくれてるんだったら、スト6買ってもろても構わないよ。メルブラ買ってないんだったらメルブラ買って。アンダーナイトインバースでもいいけど、うちのゲームを買ってくれてるんであれば、スト6買っていただいて、全く問題ございません。これね、結構真面目な話でさ、スト6が、今結構なんだろう、何本つったっけ、まあかなり売れてて、まあなんか流れには乗ってるんだけど、なんだろうな、格闘ゲームが持つポテンシャルの、なんかこう、はかりみたいになってるところあるから、まあスト6がいっぱい売れると、あ、格闘ゲーム業界ってこんなに盛り上がってんだな、もしくは盛り上がってきたんだなって思う人が増えて、格闘ゲームじゃあもっと出しますって流れになって、格闘ゲームが増えて、たくさん格闘ゲームができるようになるし、いいこと尽くしなんで、なんだろうな。まあ、業界の発展のためには、そのジャンルのゲームを買うっていうのは大事なんじゃないのって、やっぱ思っちゃいますね。私、やっぱりその辺は思ってしまう。あ、200万本出荷。すごいな。うちのゲームはね、出荷本数がそんなになかったけどね。ああ、どこにも売ってなかったけど。そうそうそう。だから基本的に、風が吹くと置屋が儲かる的に、スト6が売れると、フラパンも儲かるんです。そうだな。まあでも、本当に、ストリートファイター6は、すごい、なんだろう、時間かけて、丹精込めて作ってる感はマジでありますよ。なので、なんかやってみてもいいんじゃないのかなって、普通に思っちゃいはしますね。あとは、俺が普段作ってるゲームとは全然路線が違うから、あ、こういうのもあるんだなって思うかもしれんし、まあでも結構今風のシステムにはなってるとは思うけど、っていうところで、そうだな、まあ、なんかまあ結局自分がやりたいかどうかではあると思うんだけど、誰と遊びたいかとかね、格闘ゲームって言うてやっぱり人と人のゲームなんで、ストーリーやりたいとかワールドツアーやりたいとか、まあそうじゃないんだったら、誰と遊びたいかっていうところに結構ポイントが割かれる気がする。だからまあ好きな配信してる人がいたら、その人と同じゲームやるっていう流れでいいと思うし、そういう意味で言うと、なんかいろんなジャンルのゲームをやってみるのはいいんじゃないのって思いますね。そうそうそう。だからスト6は、格闘ゲームっていうジャンルの分母を増やしてくれてるんじゃないのって気はするんだよな。から、スト6が売れることは、結果的にうちらのメリットになるかなってやっぱ思っちゃいますね。まあまあもちろんうちのゲームもっと売れてほしいと思いますけど、それはそれとして、なんかスト6買った方がいいってなんか誰か聞いてきたら、いいんじゃない買った方がってやっぱ思いますね。まあ一緒にメルブラとかも買ってねって思いますけど、まあそれはそれとして、別の話としてねっていう風に思いますね。からまあとりあえずね、オケアが儲かる的な感じできっと我々も得してるはずなんで、よく言ってるけど、格闘ゲーム1個のジャンルをずっとやり続けるのって結構大変というか、むしろそうじゃない人の方が大多数なんで、1個のゲームやる、へえこんな感じなんだつって、まあ、1週間2週間ぐらい、まあ、長くて1ヶ月ぐらいですかね、まあ、最大3ヶ月ぐらいやって、あーず楽しみきったわってなって、今度は違うゲームやるっていうのが、やっぱジャンルの遊び方的にはすごいよくある話。例えば1個の RPG をさ、5年とかやんないじゃん普通。それはもう何かと競い合ってる人だけじゃん、 RTA 的なね。だけど格ゲーはやっぱ1個のタイトル5年6年とかやったりするわけじゃん、する人もいるわけじゃん。けどそれだけが遊びの方法じゃないからね。普通に3ヶ月ぐらいとか、まあそれこそ1週間週末1回やって終わりぐらいのやつでも全然いいと思うんだよな。で遊んで、格ゲーこんな感じかっつって、まあ、面白かったりつまんなかったりして、で次の格闘ゲームをやる、その後次の格闘ゲームをやるかどうかっていうのが大事だな。前格ゲーやってみたけど、もう一回格ゲーやってみようっつって、面白かったしょってやってみようってなってくれたらやっぱ嬉しいから、まあそうだな、どんどん乗り換えつついろんなゲームやっていくと業界が発展していっていいことが多いんじゃないのかなと思うんだよね。毎月の使用料を払ったりする系のゲームじゃないから、格ゲーって。まあ基本的に一回売れた後ずっと無料で遊んでいく感じになるっていうところを考えると、まあ新作をどんどんやっていくっていう人がいればいるほど、業界は盛り上がるんじゃないのっていう気がやっぱしますね。この辺って何？そういう質問じゃないのかな？もしかして。確か体験版あるんだっけ？あれ。体験版あるんだったら体験版やってみればいいんじゃないのかな。
パソコン版だったらね、あの Steam のスペック足りるかどうか分かんないしね、それ調べたりした方がいいかもしれんし、PS だったらね、PS5 でやりたいってなるかもしれんし、まずは体験版やってみてからかもね。そんな感じで、お便りいただきありがとうございました。